ブランダン・ライトはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。206センチメートル95キログラム。大学は名門ノースカロライナ大学に進学。1年生ながら平均14.7得点6.2リバウンド1.76ブロック FG 成功率64.6%を記録し大学が所属する。 アトランティックコーストカンファレンスの MVP やド、カンファンレンスの新人賞を受賞した。他にもオール ACC、セカンドチームに選ばれるなど早くから注目を浴びた。1年生終了後、ドラフトにアーリーエントリーした。2007年の NBA ドラフトで、シャーロット・ボブ・キャッツから1巡目8位指名されたが、ドラフト当日に、 ジェイソン・リチャードソンとのトレードでゴールデン・ステート・ウォリアーズに入団となった。当時、ウォリアーズのエースプレイヤーであったリチャードソンをトレードに出してまで獲得したライトを周囲は大きく期待した。ルーキーシーズンは選手層が厚くテスト起用が多かった。2年目の2008から09シーズンも怪我の影響で出場数は前、シーズンと変わらず2009から10シーズンは 右肩の手術のために全球2010から11シーズンも怪我に苦しみ、シーズン途中にニュージャージーネッツに放出された。2011年12月9日、ダラス・マーベリックスと契約、主にダーク・ノビツキーなどの控えを務めた。しかし、契約最終年となった2014から15シーズンは、まず12月18日にボストン・セルティックスに放出され、 さらに2015年1月9日には、フェニックスサンズに放出された。2015年7月1日、メンフィスグリズリーズと3連戦8 0 0万ドルの契約で移籍した。2018年2月10日グリズリーズから、ウェーブされた。2018年2月12日、ヒューストンロケッツと契約した。2018年3月23日、ロケッツから、ウェーブされた。 ありがとうございます。